箱ぶらい小箱ブランコは、公園などに置いてある大型のブランコで、ゆりかごブランコあるいは、安全ブランコとも呼ばれている遊具である。かつては、日本全国の多数の公園に設置してあったが、使用中の児童が骨折した事件をきっかけに急速に、減少、撤去されている。空中に渡された支柱から下がるロープ内し鎖で、吊るされた板からなるブランコとは違い。 平行に空中に渡された支柱から、カゴ状のゴンドラが吊り下がっており、大人数が乗れるように頑丈に作られている。ゴンドラの重さのため、金属の棒で吊り下げられているものが多い。このゴンドラは向かい合った2個のベンチと、その間に渡された踏み台となる、大きな板からなる。ゴンドラ重量のため、1人だけで乗ったまま漕ぐことは、難しく、外側から、 他の人に動かしてもらうことを想定しており、吊り下げられたゆすりかごを大型化したような遊具である。実際、これはブランコを自力で焦げない、幼い子供が乗り、引率者が横からゆっくりと揺らすことを想定して作られた。乗る側は椅子に座って、外から揺らされることを楽しむのである。しかし、この遊具は二人、内心四人の向かい合った子供だけでも交互に足を踏ん張って、 踏み板を押しやると次第に大きく揺することができ、子供らの中には集団でスリルを求め大きく揺する者も,もいた。また、子供同士でも交互に揺するなどして楽しむ者も,もいた。ただ、こういった子供らだけで遊んでいる場合には周囲への注意が十分でないこともあり、ブランコの周りで遊んでいた子供が巻き込まれたり、小号として不安定な乗り方をしたために、 ゴンドラから投げ出され、支柱や地面の間に挟まれる事故が多発した。箱ブランコはゴンドラが重く、支持方法が金属棒だったために、地面や支柱とゴンドラ部の間に挟まれた際の衝撃が大きく、救出までに時間もかかることもあったため、大怪我になることも多かった。中には死亡するケースも十数件あり、安全に問題があるとして、 日本の公園にあったものは2010年代に入ると急速に撤去されていった情報ライブミヤネ屋。ありがとうございます。